ロシア空軍の大損失、短期間かつ一方的にやられたわけとは？しかし、ウクライナ、明日は我が身になりかねない？わずか2週間で切り札的存在の1割を喪失。ロシアによるウクライナ侵攻開始からちょうど2年を迎えた2024年2月は、ロシア空軍にとってこの戦争中最も苦しい期間であったと言えるでしょう。ウクライナ空軍は2月17日から3月2日までの約2週間、敵であるロシア空軍の主力戦闘機や空中早期警戒機を地対空ミサイルによって連日撃墜しており、その合計損失数は、スホーイ SU-34 戦闘爆撃機12機、スホーイ SU-35 戦闘機2機、イリューシン A50 空中早期警戒機1機の計15機にも達しました。とりわけ損失が著しいのは SU-34 です。同機は高価格ですが、優れたセンサー類や誘導爆弾運用能力を持った対地攻撃の中核を担う大型戦闘爆撃機であり、ロシア空軍も約100機しか保有していません。言うなれば、とっておきの切り札的な存在ですが、ロシアは今後も長期戦が予想されるにもかかわらず、わずか半月でその1割以上を失ったことになります。これまでロシア空軍は、ウクライナの地対空ミサイルを中心とした防空体制を撃滅できなかったことから、航空優勢、すなわち制空権の確保ができず、結果、ほとんど活動せずに戦力を温存する方針でした。それなのになぜ突然このような大打撃を被ってしまったのでしょうか。その理由は、ウクライナ東部の要衝アウディーウカをめぐる地上戦においてロシア陸軍が勝利を収めたことにあるようです。濃密な地対空ミサイル網がロシア空軍を阻止。ロシア陸軍はウクライナ陸軍をアウディーウカから駆逐することに成功しました。その結果、ウクライナ陸軍は撤退に入りますが、それを追撃し戦果を拡張するためにロシア側は航空優勢を確保していないにもかかわらず、自国空軍が著しく消耗することを覚悟の上で大規模な航空作戦を実施したものと推測されます。かくして肉を切らせて骨を断つかのようなロシア軍の作戦は、予想通りウクライナ空軍の猛烈な反撃に遭い、大損害を出す結果となりました。前述したように、ロシア側はアウディーウカの占領を成功させていますが、この作戦が最終的に吉と出たのかどうかは不明です。少なくとも3月2日を最後にウクライナ軍発表の SU-34 撃墜はなくなったことから、ロシア空軍の作戦は終結したものと考えられます。 SU-34 に被害が集中した原因は、ロシア側の UMPK 滑空爆弾の多用にあるのだとか。 UMPK は既存の FAB500、500kg 自由落下爆弾などに取り付けるグライダーキットです。推定滑空比は8対1、すなわち高度1万メートルから投下した場合、飛距離、射程 80km を得ることができます。これにより、地対空ミサイルの射程外から攻撃を加えることが可能で、かつ誘導化することで効率よく目標を破壊することが可能です。一方、ウクライナ軍には従来運用していた S-300 や欧米諸国から供与されたパトリオットといった長射程の地対空ミサイルが配備されています。これらは UMPK と比べて倍近くもの射程を誇ります。F-16& 滑空爆弾の運用開始でウクライナ空軍も危うい。S-300 やパトリオットを避けるには低空飛行が有効であるものの、 UMPK はグライダーであるため、低高度から投下すると飛距離を稼ぐことができません。つまり UMPK の飛距離を伸ばそうと、
高高度を飛行した場合は長距離地対空ミサイルに狙われ、それを避けるために低空飛行すると比較的射程の短いその他の地対空ミサイルの射程圏内に入ってしまうのです。こうした事情によってロシア空軍は SU-34 を中心に大打撃を受けてしまったと筆者関健太郎航空軍事評論家は考えます。一方、ウクライナ側にも今後アメリカ製の高性能戦闘機 F-16 ファイティングファルコンが引き渡される予定です。この機体は前述の UMPK とほとんど同じ性能を持ったアメリカ製の滑空爆弾 JDAM-ER を運用可能で、いざ配備されたらおそらくウクライナ空軍は運用を開始するでしょう。 UMPK や JDAM-ER のような滑空爆弾は安価で射程を伸ばせる使いやすい兵器ですが、極めて濃密な地対空ミサイル防空網によって守られた地上目標を攻撃するにはあまり向いていません。もし今後ロシアとウクライナによる滑空爆弾の投げ合いのような展開になった場合、ウクライナ空軍の F-16 も SU-34 と同じように消耗することは避けられないかもしれないでしょう。強力な野戦防空システムを有した正規軍同士の戦いでは、もはや無誘導の通常爆弾は用をなさない。貴重なパイロットの損耗を防ぐには、高価なスタンドオフ兵器を多用するか、ドローンで代替させるしかない。昔から近接航空支援、CAS 任務はシード任務とともに最も危険な任務だが、超短近それぞれ高性能な SAM が次々と登場し、ミサイル自体のノーエスケープゾーンが拡大して死角がなくなると、人間が空を飛ぶ戦いも終焉を迎える時代もそう遠いことではないかもしれないと思う。トップガンマーヴェリックで、君らパイロットはじきにいらなくなるというセリフがあったが、このウクライナ戦争はそうした時代がすぐそこまで来ていることを示唆しているような気がする。ゼレンスキー氏、東部ハリコフ州の防衛線を視察。ロシア軍の攻勢、防ぐ準備ある。ウクライナのゼレンスキー大統領は9日、ロシアと国境を接する東部ハリコフ州を訪問し、新たに構築中の防衛線を視察した。ハリコフ州はロシア軍が今後大規模攻勢に出る可能性が指摘されている方面の一つ。ゼレンスキー氏は、ハリコフ州は重要方面だ。ロシアは我々に防衛の準備があると知るべきだと述べ、仮にロシア軍が攻勢に出ても撃退する意思を表明した。随行した同州のシネグボフ知事は、防衛線が塹壕や対戦車用ブロックなどで構築されているとゼレンスキー氏に報告した。ハリコフ州は2022年9月にウクライナ軍が大部分を奪還。ただ、ロシア軍は23年秋頃から攻勢を強め、現在は要衝のクピャンスク方面などで激戦が続いている。ロシア軍は最近、同州への空爆を激化させており、攻勢に向けた下準備の可能性が指摘されている。前線の戦況をめぐり、東部ドネツク州のロシア占領当局幹部は9日、州都ドネツク市近郊の集落ペルボマイスコエをロシア軍が制圧したと主張した。ロシアメディアが伝えた。ウクライナの軍事メディアディープステートも同日、同集落がロシア軍に制圧されたと報告した。一方、ロイター通信によると、国連人権高等弁務官事務所は9日、ロシア軍の攻撃による3月のウクライナの民間人の死傷者数が2月より 20% 多い計604人に達したと発表した。ロシア軍が3月以降、電力インフラなどを標的とした攻撃を激化させていることが要因だとみられる。恥を知れ。ロシア南部の洪水、
被災者の一部が当局の対応に不満あらわ。2カ国10万人に避難命令。記録的な洪水に見舞われているロシア南部とカザフスタンで合計10万人に対して避難命令が出された。このうちロシア南部オルスクではオレンブルク州のオルスク市で8日被災した一部の住民が市庁舎前に押し寄せて地元当局の対応の鈍さに対する抗議の声を上げた。ロシア南西部で9日洪水を知らせるサイレンが鳴り響いた。ロシアとカザフスタンで合計10万人以上避難命令が出された。ウラル山脈、シベリア、カザフスタンの地域で雪解けが急速に進み、主要な河川が増水、過去70年間で最悪の洪水が発生した。ウラル山脈、シベリア、カザフスタンの地域で雪解けが急速に進み、主要な河川が増水、過去70年間で最悪の洪水が発生した。中には数時間で水位が数メートルも上昇し、観測史上最高を記録したところもある。欧州で3番目に大きなウラル川で5日、堤防ダムが決壊。ウラル山脈の南に位置するオルスク市全域が水没した。下流の約50万人の都市、オレンブルクでも水位が上昇し、10日にピークに達すると予想されている。トボル川の水位上昇に伴い、流域のクルガン市の人々は、直ちに避難するよう警告されている。地元知事は住民に警告を真剣に受け止めるよう促した。この地域には約80万人が住んでおり、トボル川の一部の水位は、わずか2時間で約74センチ上昇した。タス通信によると、クルガン市では1万9000人以上が危機に瀕している。オレンブルク、クルガン、そして西シベリアの主要産油地域であるチュメンで非常事態が宣言された。プーチン大統領はモスクワから洪水を監視しているが、オルスクでは当局の対応に不満を持った少なくとも100人の市民がプーチン氏に支援を訴えたほか、地元当局者に恥を知れと罵声を浴びせた。プーチン氏は非常事態省のクレンコフ長官に現地で事態を注視するよう指示し、同長官は9日オレンブルクに向けて出発した。非常事態省はまた救助隊を増援していると発表した。今年の雪解け水がこれほど大規模な洪水を引き起こした理由は分かっていない。ただ専門家によると気候変動により世界中で洪水が頻発しているという。